はい、皆さんこんにちは、ファンファンチャンネルへ、まず今日はですね、今回初めてなんですけれども、一応日本語でちょっと自己紹介をさせていただきます。まずチャンネル登録者100人に関して、皆さん本当にありがとうございます。このチャンネルを見ていただける方々、そしてこのチャンネルが面白いと思った方々に本当に登録してくださってありがとうございます。まず100人達成したっていう形になりまして、で次は一応500人、そして1000人という目標が今ありますので、もしできればチャンネルをまた高評価と、あとコメントいただいてくれたら嬉しいのでお願いします。で、同時にこの100人チャンネルの登録で、一応僕からのやってきたこととか、あとデータのアナリティクスを皆さんにちょっとシェアさせていただきますので、もし他に僕みたいな小さな YouTuber さんなんか、そういったデータとかがもし役に立てればいいなと思いますので、ぜひこの動画を最後までぜひ見てください。お願いします。はい、ではこちらに僕の YouTuber のデータを皆さんにシェアさせていただきます。で、僕の最初の動画が8月の29日去年の、今年2022年なので、去年の21年に、初めての動画を YouTube に、アップロードしました。当時はですね、やっぱり見る回数がやっぱグラフの見ての通りやっぱいないんですね。YouTuber として始まったのも僕の遊戯王の動画なんですけれども、実際のところこの最初の動画アップロードのそのポケモンセイコの時計で、当時見ての感じ、あんまりやっぱ見る回数が少なく、現時点でもまだ238回しか再生はされてなくて、でウォッチタイム時間も一応 5.6 時間と同時に、サブスクライバー数も一応この動画を見て5人しか登録されませんでした。でこちらの大事なところはやっぱりこちらのインプレッション率なんですね。でインプレッション率がやっぱ高ければ高いほど、その YouTuber のおすすめ動画ランキングに、なんかおすすめ動画としてなんか自分の動画が載ったりすることに なりますので、こちらのそのインプレッション率がとても大事です。と同時にそのクリック率、つまりそのサムネイルを見てどれほどの視聴者の人たちが自分の動画を見てくれる率かになってます。アップロードしてから今までたったの登録者は5人しかいないんですね。それが現実です。本格的に YouTuber として活動を始めたのがこちらの僕の遊戯王の動画なんですけれども、アップロードしたのが今年の8月の24日で、当時アップロードした瞬間に一応400回再生した時にはもうものすごく嬉しくて、なぜならばそのポケモンの成功の最初の動画を出したのもたったの2回か3回しか再生されなかったのが、一気に400回再生ぐらいになってくれましたので、そこはとてもやはり嬉しいことですね。やっぱ見てくれる人がいるんだなって。で同時にこちらのインプレッション率も一応6600といった、これが すごい数字か少ないと思う方もいらっしゃるんですが、僕にとってはもうワオって言うしかないですね。もうなんか最初の動画と比べてはもうだいぶ上がったなとは
こうやってクリック率も一応 4.2% なので、その動画を最初に出した後に8月の13日に、初めてそのサブスクライバー数が13名あサブスクライバーあ登録者数が13名になってまして、あ8月じゃなく9月の8日8日にはその、17人も登録者数が増えました。9月のその7日の時にやはりその見る開催生数が4500ぐらいになってまして、それがかなり上がってきたなとは思いまして、1日最初のその遊戯王の動画を出してから9月の8日まで一応その登録者数が一応12人も増えたことに僕はかなりびっくりしました。やっぱ動画を見てくれてる方々には本当に感謝の気持ちでいっぱいです。で最初に1000回再生をされたのも一応僕の遊戯王の動画なんですけども、この動画は一応今月の18日に載せたばっかりなんですけども、この動画が僕の一番最初の1000回再生数を達成して、もうかなりもう嬉しくて涙が出るぐらいもうかなりびっくりしました。この動画を見ていただける方も一応2人も登録者数が増えてくださったことにと、今現時点では一応1万再生をやっとそれを達成しました。でこのグラフを見ての通り、やっぱり僕のポケモンの最初の動画載せて以来全然他の動画載せてないので、最初の遊戯王の動画載せる前この1年間はほとんど何もしてない状況で、やっぱこの2ヶ月間でかなり上がったかなとは思います。で一応悲しいこともあるんですけども、自分が載せた動画がやっぱ最初の頃はもう1人か2人しか再生されなくて、で今現時点だとだいぶやっぱり見る人がやっぱり増えて、最近だと80人とか100人とか200人とか、一つの動画でその再生数が伸びるようにはなりました。僕がその50人登録者数が達成したのも今月10月の7日で50人を達成して、でその後77人を突破して、で10月の12日、50人から、5日後、そうですね、5日後にその90人になりまして、でその後の4日後には99人になって、そしてついに100人、登録者数を達成しました。本当にもう嬉しくて、もうこれからも本当にこのファンファンチャンネルをサポートしていただけたら本当にありがたいです。でやっぱり自分のチャンネルのその表紙のところと同時に、そのもし他の SNS ツールとかがありましたら、そのインスタグラムとかツイッターとか他のリンクサイトをやっぱ表紙に、自分のチャンネルの表紙のところにリンクしておけば、やっぱそこにもいろんな他の登録者数が増えますので、ぜひそこを僕はおすすめします。はい、以上が100人登録者の一応データのアナリティクスの動画になります。僕は今現在カナダに住んでまして、そして今後のビデオにも主に英語なんですけれども、その時々その日本語の動画
動画にもなりますので、もし見ていただける方たち登録していただけたら幸いですので、必ずこのファンファンチャンネルをサポートしてください。お願いします。バイバイ。